デリクロウウムは、オウムメインコカに分類される鳥類。オーストラリアコユウアシュオーストラリアコユウアシュオーストラリアコユウアシュ全長46から51センチメートル。メスよりもオスの方が大型になる。全身は、黒褐色の羽毛で覆われ、上面には緑色の光沢がある。お葉には2本の赤い帯模様が入る。くちばしは大型で、 上くちばしは丸みを帯びしたくちばしは幅広く先端がへこむ。このくちばしは、カキのように硬い殻で覆われた、アロカズアリナ族の種子を食べるのに適している。交際は暗褐色。光子の色彩は灰色。メスは、後頭や頸部側面に黄色い斑紋があり、尾の赤い斑紋に黒い縦縞が入る。水辺の新葉樹林や、幹木林に生息する。 ペアとその幼鳥からなる群れを形成して生活し、家族群が集合し20ン以下の群れを形成することも、ある。渡りは行わないが、食物を求めて、一定地域内を移動する。食性は雑食で、主にアロカズアリナ族の種子を食べるが、果実、種子、昆虫類なども食べる。アロカズアリナ族の松笠を後足で固定して、くちばしで殻を剥がし種子の実を食べたり、校内で、 殻は吐き出ししたお使い種子のみを食べる。繁殖形態は卵生。ユーカリの軌道に朽ちた木屑を敷いた巣を作り、1回に1から2個の卵を産む。メスのみが放卵し、放卵期間は28から29日。メスのみが育数を行い、オスはメスに食物を運ぶ。ヒナは孵化してから9から10週間で巣立つ。開発による生息地の破壊などにより、 生息数は減少している。オーストラリアでは法的に保護の対象とされ、多くの生息地は自然保護区や自然公園に指定されている。また主な植物であるアロカズアリナゾークの植林が進められていることから、絶滅の危険性は低いと考えられている。ありがとうございます。